プリンチェサーです。今回はこちら、古田のチョコエッグ。はい、今回紹介するのは4種類。まずはこちら、ディズニーキャラクターパート9プラス。こちらはセブン&アイホールディングス限定の3種類がミックスされた、ディズニーキャラクターパート9のチョコエッグになります。はい、まだ揃ってないのでね、買い足してきたもの開けていきます。はい、そしてこちらはスプラトゥーン2。こちらも発売されていました。新しいですね。誰に会えるかはお楽しみと書かれていますが、まあこちらのキャラクターはいるのかなという感じですね。そしてこちらはチョコエッグのドラえもんですね。ドラえもんは結構いっぱい揃ってきたんですが、人シリーズ、しずかちゃんとかスネ夫くんとか、ジャイアンとか、あとドラミちゃんも出てないかな、だったりする人シリーズが出てないので、ちょっと持った感じ軽いものだったので、もしかしてこれかなと思ったものをちょっと買ってきてみました。はい、そしてこちらもイースターに合わせて出てきた新商品ですかね。カラフルチョコインチョコチョコイースター。このシリーズちょっと一個前もあったんですが、どうしようかなと思って迷って買わなかったんですが、今回はちょっと振った感じ、中のチョコレートも結構な数が入ってるような音がしたので、開けてみたくてゲットしてみました。はい、面白い。チョコエッグの中にカプセルが入っていて、さらにその中にもカラフルチョコが入ってるっていうタイプらしいので、まあどんな感じなのか見てみましょう。値段的にはこちらの3つはだいたい200円ぐらいなんですけど、こちらのチョコチョコイースターは150円でした。なのでちょっと安い感じかなと思います。はい、まずはこちらから開けていきましょう。ディズニーキャラクターパート9プラス。あんまり音がしないですね。モアナの絵が描かれていて、全15種シークレットプラス1限定プラス3種ということで、全部で19種類になるんですね。はい、こちら応募するとこちらのディズニーエアトラベルピローが当たるかもしれません。2枚1つで応募できます。はい、じゃあ開けていきましょう。紫の包み、さて中身は誰が入っているでしょうか。はい、お、開けやすい。こちら、ディズニーキャラクターパート9ではモアナのカラーなのかな。こちらが上下同じこのオレンジっぽい色だったんですが、この限定3種が追加されたバージョンでは緑とオレンジになっています。はい、じゃあ開けます。誰かな、じゃん、あ、ミニーちゃんでした。ミニーマウス。はい、ミニーちゃん、この角度がとっても可愛いですね。はい、ではもう一個も開けてから全部のラインナップを確認していきましょう。さて今度は何が出るかな。限定3種を狙ってるんですが、なかなかやっぱり出てきませんね。じゃあ行きます。誰かな、ん、あ、デイジーが出てきました。デイジー、デイジーは持ってるんですけど、ドナルドがいないんですよね。デイジーだったか。はい、セクシーポーズのデイジー。はい、デイジーは組み立てるとこんな感じ、可愛いですね。はい、今回のラインナップはこちら、ミニーマウス、ミッキーマウス、パッチ、クルエラ、アリスプラスダイナ、ハートの女王、モアナプラスオール、ドナルドダック、デイジーダック、チップ、テール、クマのプーさん、スティッチ、イーヨー、ハム。そして、限定の3つがトランプ、バンビ、フィガロになります。トランプが欲しいんですけどね、なかなか来てくれません。はい、そしてシークレットはミッキーとミニーの、カップルっぽい感じでしたね。ミニーがミッキーにお姫様抱っこされてるような感じのお人形でした。とっても可愛かったです。はい、続いてはこちら、チョコチョコイースター見ていきましょう。ちょっと気になってしょうがないのでね、先に開けてしまいます。たくさん入ってそうなイメージの音がしますね。
ほら、すごい数入ってそう。中のカプセルの大きさとかどうなんでしょうか。あ、しかもパカッともう割れてた。あー、中のこのカプセル可愛いですね。黄緑とピンク。さて、何個入っているか。せーの。じゃじゃん。あ、結構いっぱい入ってる。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。14個ですね。はい。すごい、いっぱい入ってる。どれも個体差ないのか、もう一個だけ開けてみましょう。これ二つ買えば大体想像つきますね。こんな感じで入ってるんだっていうのがわかるので、二つ買ってきました。さあ、開けていきましょう。いきまーす。せーの。はっ、いっぱい落ちちゃった。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16。 あ、16個も入ってる。これ当たりなんじゃない。はい、ということで個体差あるんですが、まあ15個前後入ってるって感じなんですかね。はい、こちらのチョコレート、思ったよりもたくさんのマーブルチョコが入っているので、子供たちも開けてびっくり、楽しめて二度美味しいみたいな楽しみ方ができるんじゃないかなと思います。はい、一つにまとめてみるとこんな感じ。半分にいっぱいになるぐらい入って蓋が閉められるという感じなんですね。はい、では続いてはどちら行こうかな。ドラえもん。はい、ということでドラえもん開けていきます。ドラえもんは、こちらは応募で2枚一口で、どこでもドラえもん日本旅行ゲーム5エポック社のものが当たるそうです。はい、さあ今回は誰に会えるかな、誰が出てきてくれるかな。しずかちゃん欲しい。さて誰が出てくるかな。せーの、やっと手つなぎができます。はい、こちらのドラミちゃんとドラえもんとのび太くんは高さがちょうど手の高さがこう合うようになっていて、並べると手をつないで飛んでるような再現ができます。ということでドラミちゃん来るの待ってました。やったね、かわいいです。はい、じゃあしずかちゃん来るかな。しずかちゃん結構これも軽いので人形、人型人形じゃないかなという感じはして手にしたんですが、どうでしょうか。ドラえもんの色っていう感じのカプセルですね。さて誰かな。じゃじゃん。あー、これはどこでもドア、残念。はい、はい、どこでもドア、ちょっと残念ではあったんですが、このどこでもドア自体はすごく出来がよくって、ドアの部分を開けてから後ろのパーツをはめ込むことでこんな感じでヤッホーってドラえもんが出てくるように再現されるので、このパーツを組み込んでしまうとこちらのドアは閉まらなくはなってしまうんですけど、飾っておくにはすごくいいんじゃないかなと思います。私はとても好きですね。はい、かぶっちゃったのでちょっと残念だったんですが、まずまずいいんじゃないかなと思います。ではラストのスプラトゥーン2を見ていきましょう。こちら、はい、ちょっと豪華な景品になってますね。総計、総借り130名とちょっと少なめなんですが、応募券8枚で A 賞任天堂スイッチに応募できます。こちら当選枠は30名、そして応募券2枚で B 賞スプラトゥーン2に応募できます。こちらは100名ということで、こんな感じで枠がついているので A 賞 B 賞選んで応募するんですね。はい、応募期間は2019年の1月末日までとなっています。はい、
ついで応募で当たったらすごい嬉しいやつですね。あ、こっち開けちゃったけれど、ドラえもんの全部見てなかった。じゃあこれはラストにしましょう。はい、まずはスプラトゥーン2を見ていきましょう。あ、こちらね、ちょっともうひびが入っていて割れちゃってますね。あ、紫、スプラトゥーンっぽい、すごくいい。蛍光のピンクかなと思ったんですが、紫でしたね。綺麗です。では開けていきます。誰が来るかな？イカかな？誰だ？あ、これはちょっとメインキャラじゃない？嬉しい。はい、こちら。ガール、ネオングリーン。あ、ボーイじゃなかった。ガールでしたね。はい、ネオングリーンのガールが来ました。はい、こんな感じかな。しゃがんでこう様子を伺ってるような感じですね。はい、かっこいいですね。これはガンタイプなのかな。はい、子供たちはスプラトゥーンやるんですけど、私はやらないのでよくわからないんですよね。はい、でもとってもよくできてるので、これは集めたいなーって子供たちが言ったの分かった気がします。はい、ではもう一個も開けていきましょう。何が出てくるかな。人型キャラクターが個人的にはいいですけど、結構詰まってる感じ。さて、誰に会えるかな。あ、こちらも割れてます。割れてる。はい、ではいきます。せーの。お、誰だ。あ、イカ。詰まった感じはイカか。これで次からのちょっと目安になるかもしれない。あ、イカはでも組み立てやすくていいですね。黄色いイカが出てきました。イカ、サインイエローですね。サインイエローのイカが出てきました。ちゃんとこの斑点みたいなのもついてますね。へー、面白い。はい、ではラインナップを見てみましょう。1番、ボーイ、ネオングリーン。2番、ボーイ、ネオンピンク。3番、ガール、ネオンピンク。4番、ガール、ネオングリーン。今回のはこちらですね。5番、姫。6番、イーダ。7番、オクタリアン。8番、ジャッジくん。9番、イカ、ネオンピンク。10番、イカ、ネオングリーン。11番、イカ、ブライトブルー。12番、イカ、サンイエロー。13番、ブキチ？ 14 番、ガール、ヒーローモード。あ、ヒーローモード欲しいな。15番、コジャッチくん。これも可愛いですね。そして、シークレットとなっています。はい。今回は4番と12番でしたので、またこちらゲットしたら紹介していきたいと思います。はい。そして先ほどのドラえもんですね。はい。こんな感じになっていて、1番ドラえもん、2番のび太、3番ドラミ。この3つが手つなぎで飛んでるような感じになります。そして、4番しずかちゃん。5番スネオ、6番ジャイアン、7番ジャイコ、8番できすぎ、9番ドラえもんとみーちゃん、10番ドラえもんとネズミ、11番秘密道具どこでもドア、12番秘密道具タイムマシン、13番秘密道具ドラミのタイムマシン、14番秘密道具スモールライト空気砲、嘘8000、15番秘密道具アンキパン、翻訳こんにゃく、透明マント。そしてシークレットとなっています。この中で、まだゲットしてないのが、4番から8番ですね。しずかちゃん、スネオ、ジャイアン、ジャイコ、出来すぎだけいないので、こちら、ちょっと軽めのをゲットして、なんとか揃えていきたいなと思います。はい。というわけで、今回は、古田のチョコエッグ、チョコチョコイースター、ディズニーキャラクター、パート9プラス、ドラえもん、そしてスプラトゥーン2、こちら4つ一緒に見てみました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。